はい、もうメタル社長の方が彼女らしいじゃん。いやいやいや、まだいなくなっちゃいしまったと。最近メタル社長が俺のところにパク投げしてくるんですけど。嘘でしょ、マジか。バルちゃん。まあ、しゃーない。そうなの、マジで。嘘だよ、嘘だよ。絡んだだけでアカウント消した。絡んだっていうか、見てられないと。見てられないって。そう。相当だから嫌なんだよね。そうなの。そう。でもしんどいってことだから、社長戻ってきてください。ねえ。こんな画角に映しながら言ってもさ。戻ってきてほしいよ、これ。そうなの。アカウントのやつ削除したって。私会話したかったな。パンタ投げろよな。相沢、お前メタル社長の悪口言ったから言ってないで。パンタ投げないと。あ、おかえりメタル社長。いや、もういなくなったのよ、またメタル社長。お前と絡んだせいでまたいなくなっちまった。あ、本当、また爆破した。え、かまた、悪口言うなよ。かまた、いや、いい感じしろ、お前。ね、まあまあ、もうこの人はね、言ってることに対して裏がありすぎる。さっきもリスナー取りたくないって言ったけど、リスナー狙ってるから。いやいやいや、だってさ、マサヤ無理やって。2人で一回口座でしな。俺タバコ一回吸ってくるから。マサヤ無理やったもん。討論。キャリちゃんみんな好き。いや、みんなとかじゃないよ。あ、不思議だね。そう、タバコ吸うから。だからマサヤンじゃなくてパグさん、このままやったらリスナー取るから、まはい、またパグさんにリスナー取らせるぐらいから私が取るよ、そんなもの。どういうこと、どういうこと。今リスナー狙いに行くってこと。あ、そうよ、あなたと戦うのよ、ね、それは無理よ、ね、超ヘビー級、私超軽量級戦います。それは勝てないよ、発言。あ、私がこの画面から消えてほしい人、早くファンタ投げて。そもそもリスナーを狙ってないって発言してたけど、今の発言の中でリスナーを狙うために枠切ったでしょ。違うよ、つけっぱにして次の枠でやるって感じの流れにしてたじゃん、でもリスナーを切ってまた次の枠を取って取りに行ってたじゃん。でそれに対して、まあ、わあ嘘ついてんなこいつ、白濃いなと思った。白濃いな。それはリアル狂人ってそんなもんよね。人狼じゃないから、人狼じゃないから。だからそこはちょっと腹黒いと思った。ああ、腹黒いよ。腹黒いな。女性で腹黒くないとこんな世の中やっていけない。で、だから理想を狙ってたでしょ。もちろん。まあそう、さすがっす。そこはもうちゃんとやってる。でもね、でもマサヤンにはちゃんと閲覧流したから。でも理想を狙ってたんでしょ。はい。じゃあそれ腹黒くね。まさやに閲覧流してないじゃん。流してる風でしょ。流してる風、ああそうね、まあでも俺がさ、ね、あざとくて何が悪いの。私の何がいけないの。まああなたのね、キャラクターもあるからね、全然いいと思うんだけど。私あのフワッチの、俺ね、相沢さんはね、マジでフワッチのヒール役を全部買ってるね。おなすびさんいなくなって、あなたたちつまらないでしょ、かかってきなさいよ。で、ね、俺はね、別に相沢さんのこと嫌いじゃないんですよ。いや私もそれで、ただやっぱり傷つける人が多すぎるから。そう、ね、だから僕はもう敵対するしかないんですよ。そうですね、私あの日本刀のような敵対させないで。それだから私日本刀の名工ね、名工、名工の日本刀やから、ごめんね。名工の日本刀、いや贋作止まり。違う違う、名工じゃない。あー、夏希ちゃんだ。あ、ブロック、ちょっと待って、やめて。あ、やめて、ブロック、ブロック、ブロック、やめてやめて、ごめんごめん。夏希ちゃんありがとう。やめてやめて、ほんとやめて。なつきちゃんありがとう。はい、ブロックです。あ、てか今日見たんだけど、聞いてもいいの。イキリストの枠の内容。あ、全然。ダーさんっていうホストがいるのか。ダーさんっていうホスト、ヨシ君かな。あ、ちょっとやめ、それはヨシ君とコラボしてて。どうした、指落とした。指落とした、指なくなった。いくらの。食べてくれるの。セブンさん優しい。ありがとう。大丈夫。優しいわ。見つけた。よかった。それ高いの？あ、全然安い。あ、そう。うん、でね、ヨシ君のやつでさ、イキリストの見てたけど。あのさ、ヨシ君って名前出さんといて、ワイ君にしてあげて。配信者じゃないねん。ダー？ダーはもう終わってる。関係終わってる。あ、また違うの、ヨシ君とダーは。違う、また別物。じゃあ。Y さんね、あ、シャネルちゃんありがとう。で、Y ちゃんがイキリストで連絡してバーで話し合って録音されて、夏希ちゃん訴えたって話だけど、訴えてない。あ、違う違う違う、あ、もう全部裏で動いてるから大丈夫。だから、それ嘘ついてるんじゃないかって話でイキリスト話題になって、あれは嘘なの。いや、全然本当のことやけど、店側も何もしゃべってない。え、ってことは、裁判はしてないってこと。うん、警察動いてる。え、警察動いてないんじゃないの、それは。Thank you.
あの私のことを本気で怒らしたのは、ね、イケリストと山田と、はい、その N っていうクソ女やから。なんで怒らしたのその本気で、うん、何を怒らせたの。え、言っときますよ、フワッチで私と絡めなくなったらあなたたちかそるよ、私が中心やから。今やフワッチは私。こういうとこはすごいいいとこなんで。相田さんよろしいでしょうか、ああ一言、はい、あなたがいなくてももともと数字持ってる人たちは大勢いたんです。あ、そうですよ。でも今や今やクボッチか私か。違います、あなたはクボッチか私か。いいですか相田さん、あなたは今完全におもちゃにされてる、ね、全く気づいたんですよ。おもちゃになってあげてるの。でもね、私のこと誰も潰せないのよ、残念ね。あなたたち相田さん両呼びです。全く、だって私切れないのね。もう切れないの、封印したから。え、うん、本当に、うん、ラーメンさんないっす。でもさ、あの相沢さん自身自分もこのままじゃダメだって思ってるでしょ。全く。あ、じゃあちょっと恥ずかしいな、なんかそこに俺映ってるの。セブンさんセットで、ツーショットでね。いや恥ずかしいと思わないの。全くですよ。配信のスタイルもちょっと変えようと思わない。いやいやいや、あのさ、パルさんは私の自爆見たことある。今さらこの人は変えれません。なぜなら自分は発狂しないと通常取れないと思ってるから。全然全然。パルさん私の自白見たことない。私あれなんで僕めちゃくちゃ感じてるんですよ。セブンさん見てる。僕めちゃくちゃ見てるんで相沢さん分かるんですよ。あなたがめちゃくちゃ発狂してる時は3桁4桁いくんですけど、自白一人でやってる時は100人切っちゃう時あるんですよね。全然。ヤンさんタバコ。裸の王様っていう。そうだから、うん、その自分で感じ。でも分かってるでしょ。それ自覚してる上で動いてるでしょ。この一緒にななちゃん。ガチで勘違いしてるってこと？俺、分かった上でやってると思ったけど。あ、だから全部計算ですよ。あ、うん、全部計算じゃないでしょ。あ、なつきちゃんあると計算でやってるなら、ありやす赤間くらまず、ね、あ、全然な、別に一日なんくらいってことないし、いやいや、蓄積されてくる。あのさ、もう閉じてじゃん、私のこともつさん。聞いちゃってるじゃん、セブンさんの言葉。え、相当聞いちゃってるじゃん。俺、パルちゃん映してる。はい、無理です。はい、セブンさん、私お付き合いなくなりました。さよなら。あれは、でもさ、このアーツブを呼んでくるセブンさんだからね。あ、でも私セブンさんが、あ、でもね、私はお付き合いと思うんです。セブンさんが呼んでくれたから、これは。カコついてないよ、これ。あ、つけなくていいよ。ここ取ってるよね、俺。取ってない。ここされてない。あれ？最後の。最後の。そうね。うん。これ大丈夫か？はい。何？唐揚げとか。あ、食べる食べる。これ最後に。いや、そんな、そんな。経費すぎちゃって。今日何があったんですか？すごいしっかり。唐揚げをね。あいだ映さないで。だからまあ相沢さんさ、もう適当にやめて、おとなしく配信やろう。だから喧嘩売るのもやめようよ。だから私は俺もう常に配信者としての先輩に言う、やめた方がいい。でも喧嘩を売る理由、前足貸して。前足じゃない、前足貸して。小田社長も見てるから、前足貸して。前足、さ、さ、あのだからもうやめなね。だからそっからもう健全にやりなよ。正直一人でさ、もう出てるから強く生きてきたから辛いでしょ。いや別に大丈夫。やりてもらったけど、そのまま海外。本当に全く余裕におる時に。余裕じゃないでしょ。全然余裕。だって無理してるなってあるよ。だって別に余裕すぎてどうしようって思ってるんだよ。何、まだ叩きたかったら叩きなよ。余裕がないから俺に対して映すんだ。確かに。セブンさん余裕がなかったから言ったんじゃない。あ、全くそんなことない。相沢さん余裕がないから僕 NG ですって。あ、じゃあもう NG ですよ、あなた。どうぞ、うん、まあ、あなたにあの旨味はあげないね。相沢さん旨味じゃないけどね。相沢さん、ちょっと私の間に映しといて。相沢さんは今便乗して、今あるだけで、その便乗の上にさらに便乗があっての上がりでしょ。だから相沢さん自身には魅力がないのよ。やっぱりさ、私散髪してあげようか。で、話変わっちゃってるんだけど、その便乗してる部分の相沢さんで魅力というものがないんだよ。そもそもが自分に魅力があると思ってるかもしれないけど、正直夏希ちゃんより下なわけじゃん、はっきり言うけど、配信的な内容で言うとね。ああ、そうしたね。うん、で俺はそう思うよ。だってイベントの部分だって分かってない。でも夏希ちゃんかけた時あったらしいけど、で俺マンボかけたけど、でも夏希ちゃんの方が囲われてるし、やっぱり相手も飛んでるイメージあるけどね。よかったね。え、誰それ、私知らない。夏希ちゃん、いやいや、分かってないです。配信者知らないの。知ってるでしょ、夏希ちゃん。そもそも夏希ちゃん
ライバル視してるからそういうなんか。え、誰ですか？え、ごめんなさい。反応するんでしょ？その女性配信者、私わからない。全くわからない。ごめんなさい。じゃ夏希ちゃんの方がやっぱ上手いよね、配信者と絡みが。友達いないし。じゃ夏希ちゃんの方がやっぱファンも多いし、囲いも多いんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、でも私初めて。2700人ぐらいのアンケート取って2000人のアンチってそこそこやばいよ。存じ上げないですね。だ相当聞いちゃってるんでしょ。え、存じ上げない、その人。いいよ、うん、あの、知ってますよ、あ、座れないね。あー、あの、夏希とかいう女性配信者も知ってます。名前は知ってるけど、絡んだことはない。私、存じ上げないんですよ。え、マジですか。いや、分かってるでしょ、だ裁判で訴えてるんだから。いや、マネしてとか、はい、嘘つかないでよ。俺は名前知ってる。その人、グレーで、あなたせこいのが、農夫に助け求めない。え、全然そんなの、話し合いなんだから。いじめんだよ、やめろよ。ヨーブン、あのさ、パルちゃん、うん、そんな人いじめるのよくないよ。そういう中で見てやめろよ、めちゃくちゃ美人だろ。いや、セブンさん気持ち悪い。ちょ、おこいくわ。めちゃくちゃ美人、気持ち悪い。それもうタイプだ、ほんとに。俺マジで、その、可愛い人にすごい詰めちゃう。あ、じゃあ今のは好きという思いで。好きの、小学生みたいなもん。あ、そうなの。あ、そうなの。で、相沢さんもほんと見向きもしてくれんから、俺のこと。あ、いいよ、相沢さん。あ、じゃあいいですか。パルパル。いや、また来るわ。あ、さっきコメントしてくれたのに。あ、全然。またパス。共演藤君。いや、山田が来るって。山田さん来てくれるって、よかったね。山田来ないです、来ないです。ほんと？来ないです。どうでもいいです。山田来るって書いてある。え、どうでもいい、喋らないから。その人知らない、私。え、知らない人は誰なの？エキリストと夏希ちゃんと山田なの。野田さんは。あ、夏希ちゃん、ありがとう。横山みる。なんて書いてんだこれ。2時過ぎじゃん。朝の時点でちゃんとしないと出てこない。コメントが流れちゃったわ。成果が出るんだ。いや、ちょっとアイテムのエフェクトでコメントが流れちゃった。だからライバル視してるから。あれ、めっちゃ加工されてる。めっちゃ加工されてる。やばいやけど、これ何だ。男に媚びてるんだよね、普通に。男に媚びて生きてきたから、こういう反応するんだよ。してない、してない、やばい。これでも俺と喋りたくないからもう逃げちゃってる。やばい。顔小さすぎじゃない俺。まあ、相沢さん、相沢さん、俺の顔小さかったよ。リスさんはもう俺取れるから、それは。やばいんだけど。やばいよ、これ。こんなとこまでやばいよ。やばいんだけど、これ。いや、だからボディタッチとかして距離を縮めるタイプなんだよ。で、養分とかでも狙ってるの、奥さんいるけどね。そう。だからまあ老害って近いかもしれないね。自分のやってることを待つことが全然できてないんだよね。だから自分が何をやっていいのかどうか分かってないんだよ、老害だから。どこのサイトでも人気者。だからペタ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 触ってね、私の方が素敵でしょってね、アピールしたいんだよ。だからこういう行動に出ちゃうんです。こんばんは。嫌い、支離滅裂のことをね言って、自分のね、そのエンタメという言葉に逃げるんだよね。何がおもろいん、これ。挨拶しただけで。ヨーブも優しいから、絡めてヨーブ絡んでくれて反応してくれるから、相沢さんは、まあ、絡みに行ってるんだよ。勝負っていうふうになってるけど、もう勝負から逃げてるから、彼女は。はい、1対1の話だから、別にみんなが言ってるわけじゃないからね。わざと煽っていじめでもないんだよ、これは。大変もないもん、こんばんはしか言ってない、エキリストも来る。何も煽ってない。そうでしょ。おー、今、思ってるのが、私の話題で閲覧稼いでるなっていうイメージなんだよ、私の話題でって。でも自分から来てるからね、これは。自ら入ってきて話題提供してくれてるから、そういう感じがしてるだけなんだ。相沢さんっていう人間は正直配信者と向いてないんだよね。センスがない。だからセンスがあると思って勘違いしてるんだよ。シンプルにみんながいじってやってるだけであって、その悪い部分があったから指摘してね、そこで祭り上げてるだけなんだよ。あ、運動会だ。実際問題は、相沢さんという人間は本質的に中身が空っぽで味見がないんだよ。赤ちゃんに閲覧稼ぎのチビが、ね、味のないガム。子供の中で閲覧。ああ、
だから相沢さんは嫌われるんだよ。俺の子供だから人気者だから。俺はそう思うよ、相沢さんは。あ、大丈夫全然。だから本当はね、いい子だと俺思ってるんだよ、実は。でもね、やっぱり相沢さんはその、まあ、病気みたいな部分があるから、そのいい子がね、薄れちゃうんだよね。まあ、でも多分過去今までいろんな人を騙してきたっていう経験から生まれた状態なんだよ。もう40超えたら直せないから、性格は。今までね、やってきた行動だから。あのすごい気分害した人は自分たちで対処やって、私今日昼間言ったね。あのだからそういうことがネットにとって正義かっていうのを自分たちがやったりとかな。だからもう自分のやってることが理解できてないんだよ。え、横に来て、特に横に来たのはいいんだけど、喋りもしないしね。何しに来たのっていう今状態なんだよ。横に来るんだったら林で喋るじゃん。喋んなくて無視という部分で決め込んでる。養分とも喋るわけでもないし、ここにいる時点がお門違いなんだよ。後ろのね、このソファーに戻ってね、まあ、みんなとワキワキしてればいいんだよ。自らこっちに来て喋んなくて、早うやらないんだったら、もうそんなだったら意味ないよね。喋ってほしいって、あの、リアルところが。やっぱ我慢できなかったから、言われすぎて。トトロじゃないんだよ。はい。誰だもん、赤、赤だ、誰だ、赤だしてんこ。え、誰だもん、赤だしてんこ。顎触るな、顎。赤だしてんこ。先輩やないですよ。でね、相沢さん、俺はね、相沢さんのことは嫌いじゃなかった。私嫌いじゃない、今でも。でも、相沢さんはちょっとやりすぎたのがある。いろんな人に唾かけすぎた。まあ、山田、リキリスト、夏希ちゃん。いや、そこも警察やし。ええ、手握らないで。で、あとは俺のリスナーさんとかさ、俺の彼女とか。まあ、パンってやってるじゃん、花屋とか。花屋は別にいいよ。まあまあね。まあいろいろやっててさ、それ感覚してんじゃん。パルさん口紅めっちゃ赤いよ。そう。じゃあでワセイちゃんもね、ワセイちゃんにお店に電話。あ、その人その話やってるの。そのだから闇やめた方がいいんだよ。なんでそう闇言っちゃうの。その人仕事何配信やってるの。マサヤちゃんが働いてるところに電話したりとかさ、嫌がらせしたりじゃん。仕方ないんじゃ、リアルに入ってきたもん。でもリアルで やられてないでしょ、そもそも。なんでやられたの。脅迫なんて、殴りに行く、殴りに行くって言われたの。うん、配信上のエンタメじゃん。あなたも言うじゃん、配信上で。エンタメだっつってごまかすじゃん、悪口も。ね、その状態でワセイちゃんの職場に電話するなんて、市外のほどでもあるよ。誰これ？サロ。サロバトルン。誰これ？バトルン。うん。そうだ。417。表入りだった。417。いや、じゃあなんかさ、あのあれメイク、メイク。これ何？僕の鉄持ちなの？誰これ？サル？これ何のこれ？誰これ？よく反射とか使うじゃん。それ私つながりない。でも山田の時になんか反射発言言ってなかった？何もやらなかった。野田でやってて。山田来た？そう。こいつらやんねえよ。山田来た？思う時あるもんな。パルちゃんやめなよ、もううちはもう投げ捨てたん消えたよ。たまにやるとだけど、もうほんまにパパでした。そうすると慣れ合ってきたから、お前がいなくなった。俺慣れ合ってないじゃん。こんにちは。俺慣れ合ってないよね。こんにちは。来た。あつぶ、あおあ、あつぶ行く前に、ゴシ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 、あ、セブンさん久しぶりっす。おぉおぉ、ニキ、あれニキ、あおぉ、ゴシゴシゴシおぉ、おいおいおい、みんな投げてね。
おい、じゃあ、かセブンさん、自撮りも、セブンさん、セブンさん、あかんて。セブンさん、あかんて。いける、いける人、おってね。オッケー。あ、山田来た、山田どうしたの、山田全く知らない人やから、絡みたくないね。山田、次空いてるから。あ、空いてます、山田、山田、はい、知らない人は知らないから、うん、話は疲れた。ねえ、誰か知らない人来たみたい。あ、相沢さん今、荒ぶってる。何ですか。あの、山田行きましょう。あ、知らない人です、うん、全く知らない。今バトル中、今バトル中。あ、あのくさない。くさない。誰？相沢さん。相沢さん、相沢さん、くさない。あ、そうっすね。セブンさんじゃん。あの、私、あの、事務所入ってるんで、事務所通してください。事務所遅刻なよ、お前。やめろ。はい、ごめん。誰？お前は。モーニング娘。で、初対面やのに偉そうじゃない。やめろよ。誰？すごい失礼な人。知らない失礼な人。事務所って言ったら、TikTok の事務所でしょ？はい、はい、はい。この TikTok の事務所を縦に使わない方がいいよ。別に守ってくれるわけじゃないからね。偉そうに喋ってくれる。ああ、そうだよ。あ、すいません。はい。何の話？僕、結構できれば行くぞ。何の話？あ、みどりさんでまた。ワンライブじゃないよ。あ、へへ、お久しぶりです。だって知らない人、私一人知りじゃん。私一人知りじゃん。山田のことは知ってるんだけど、嫌いなんだよ、相沢さん。だから無理なんだよね。そうで、いじめっていう風に見えてるかもしれない。あれ、誰か初対面やのに挨拶せえへんくて、誰かに切れ散らかしてた人おるよな。あ、すいません。え、初対面で挨拶がどうのこうの、人の彼女にイチャモンつけてたやつおるよな。コメント言ってもらっていいですか。あれちゃいました。あ、これが、あ、そうなの。ちゃいそう。待ってみたら、あの、私ね、挨拶する価値がない人とには挨拶しないんですよ。できます。あ、いや、これから絡まない可能性がないと挨拶しない。爆投げしない。そうなの。あ、そうなの。あ、そうなの。今流れて。事務所どうしてるんですか。はい、パワーです。そっちに10個投げるうちの3つぐらい。あれ非常識。ナイフも取り上げられて厳しい。微妙な感じね。3つぐらい。ないっすよ。2対1になりかねないから。様子見てる。2対1で僕がね、こっちの悪くなる。あれ、あれ、お前またいるあったの。誰？キリスト？あと34秒で終わりだよ。あ、猫ちゃんありがとう。サンキュー、サンキューもありがとう。みんな行ってね。タイミング見て、タイミング見てよ。タイミング見て。あれ？コバチ。行くよ。なんだよ。コバチ違うって言うよ。いける、いける。私ね。あれ？どっち？あれ？どっち？行けるよ。違う違う。コバチなの。わかんない今。サンキューありがとう。行けるよ。あー、コーチやっと気づいたよ。あー、待って待って、やられた。あー、やられた。見てるわ。似てる。え、似てないでしょ。同じ顔なんだけど。あれだ、辛いでしょ、今この空気。何も辛くない。全然。本当に何かあったんですか。何かあったの。演技できるの。おー、ナイス、ありがとう。サブ、ありがとう。ありがとうね。いや、なんか首絞められて、顔引きつってるよ。でもメンタルの部分はすごいと思う。え、なんかあったんですか。今私なんかあったの。あくんさん、ありがとう。知らんよな。なんでなかったよね。まあまあまあ、あのさ、ワンピースのゾロが言っとった。フェイザー見てください。何、ワンピースのゾロって。ワンピース好きなの。最悪リズムなの。いじりがひどすぎた。でも仲間とか絆とかじゃないじゃん、今。え、完璧側じゃん。はじめつさんね。え、え、ねえ。気にしない方がいいっすよ。敵側でいるじゃん。ありがとう。仲間、絆じゃん、わかるっすよ。ふわっちで。じゃあ、どんなキャラが好きなの。私、ニコロビン。え、私、ニコロビン。ニコロビン。気にしたら。ニコロビンも仲間大切するじゃん。あ、私も知ってる。誰仲間してるの。大事にしてる人いっぱい。まあまあ、言われてる。夏希ちゃんとも初め仲良かったでしょ。誰にしたら、まあ、6万弱ぐらい。知らないの。知らないです。消えたか。うん。逆だよ。
カバンとかも持って帰ってよく裏切るじゃん。ハチミツさんがね、バギーとかさ、そこら辺のキャラクターに見えるけどね。なんか誰がバギーはでもそっか集まるか人が向こうバーが見えていった時に10個ナイスありがとう。出されると全部詰めて相手の終わりにお前らのどういうこと。そうなんだ。スケさんどういうこと。分かんない。横に座ってるは勝手に来たんだよ。でもあるんだね。俺の隣がいいのか好きなのかな俺のこと。どういう私好きなの。相田さん俺のこと好きなの。あ、嫌いじゃないよ。隣なんで座ったの。あ、だったっす。よく分かってる。しゃぶらいって俺しかいないじゃん今。緊張力かけてここでわざわざ配信する理由は何なの。しゃべりたい言ってることしゃべりたいのはそっち。すごく分かんなかった。いや、俺は別にしゃべろうがしゃべらんが一緒な。リスナー狙えるなら何でもいいかな。そんなでもあるよ。あ、じゃあ何でもいい。今日来るはずなんだろ、蜂蜜の人が。で好きなんでしょ俺のこと。うん、あ、そういうこと。あ、そう人としてね。人として、うん、配信者同士として。セブンのおじちゃん、まあ、ありがとう。ボクシング。なんでお酒飲んでんの。お酒で、じゃあジンジャーエール。あ、ジンジャーエール。もう一回ずらいお酒飲んでないから。仕上がってる。仕上がってるよ。おいきよ。でも相田さんもったいないね。これ人気に耐える能力にもなったのに。寄り添うことができないからさ、もったいない気がする。やめても、佐藤さんが見てるから。さすがに佐藤さんが流した女からの唐揚げ食えない。いいやつだったよ。いいやつだった。いや、いい。手震えてんじゃん。やっぱ怖いんでしょ。ねえ、震えてるよこれ。でも女の子なんだよ。ちょっとかわいそうになってきた。どのババア。ああ。みんなババア。どのババアが言ってる。いや、さっきのスキンシップも無理やりだったんだよね。セブンとの思い出が変わってくるし。思い出がないのか思い出で。みんな別に配信。あ、相葉さん。いや、思い出。手震えてたよ。俺の絡みないよね。あ、でも自分の。本当は辛いんじゃない。語ることないよ。かわいそうに見えてきた。あ、相田さん、ちなみに映しちゃダメですよ。死んだのか。映しちゃダメですよ。やめんさ。誰ですか。映しちゃダメです。すいません、おいしかったから揚げを。すごい大変。あ、ゆうさんこと言います。お待ちください。こっちの。お待ちらしいです。あ、じゃあ、映っちゃうこともすいません。唐揚げ2つ。唐揚げ2つ。あの、私ブリーチ始めてちゃんと断ってくれたら大丈夫。あ、そうだ。決めたらいいんだよ。あ、じゃあなんでそんな対応しかできないの。なんで別にさ、丁寧に言ってくれたんだからブリー素材ですからとかそういう言い方しないだろ。ブリー素材じゃないから悪く言わないであげてよ。笑顔振りかざしてさ、あいつを振りまくるのよ。人狼脱皮。またそれで敵つけてんだよ。いや、相澤さん、うっせ。分かってないんだよ。敵を作ってるんだよ、それで。まだね、優作さん優しかったけど、別に話だったら嫌になって言われるよ、ぐちぐち。俺は相澤さんのことを思って言ってるんだよ。そうらしい。ふざけんな。ねえ、おちょくってんのか。なんでそうやって喧嘩腰なしかできないの。ようべ、ダッピー。心配だよ。心配だよ。何だ。ご飯食べ終わったら帰るわ。ねえ、相澤さん、ジュラ君のリスナー。知らねえよ。素直になりなよ。何一つになるの。そのお高く泊まるっていうのはさ、若い頃しかできないんだって。もう40なんだから、もうここは腰折れてさ、仲良くできるような人間になろうよ。そうだね。思ってないでしょ。そうだよねっていうのも機嫌な、そうだねっていう共感じゃん。俺、相澤さん変わってほしいっていう思いで言ってるんだよ。嫌いじゃないから。平井さん、また英語教えてください。相澤さんさ、若い子思い出しなよ。俺だけでやってんの。あのパワフルな時代、今もう嫌味しか言わないおばちゃんになっちゃってんじゃん。マジで。ね、もうちょっとさ、前見てさ、歩いてこうよ。一番シュラ君が怖いけど。違うね。向こうが翻訳。そう、向こうが変わるな、俺に。シュラ君、シュラ君、オッケー。いやー、シュ向こうがグーグーの先生、日本語で。いやー、シュ落ち着け、落ち着け。でも行けちゃう。行けちゃう。そうなんだ。一番怖いじゃん。英語変だよ。
来るの明日に備えて話してくる。最初は頼む。朝カメラマン収録になる。多分ライン入ってた。話位置情報送ってみて。あ、パルパルチェで小町位置情報送って。オッケー、そうです。あ、ヘイヘイ君ありがとうね。お先です。電話できるの電話して。ヘイヘイ君行くって。あ、ヘイヘイさん行くの。ちょっとブロック解いてな。絶対解かない。どうもどうも。こんにちは。またコラボしましょう。今ね、配信者としてのあり方を教えたけど、そのもうなんか感想になってきて、これはね。でも初対面で挨拶せえへんことで人にブラになってたくせに、私この人知らないで初対面なので挨拶やから絶対してどう思うんだろう。あー、まあ仲悪いからね。でも初対面と挨拶するんですか。普通は仲良くなれないの、あ、山田さんと。俺は四国解除してね、仲良くできない。じゃあ若いで、若いで、生理的に無理だって。こっちも無理だよ。生理的こっちも無理だよ。俺はこっちも無理だよ。え、山田さん開けましょう。若いしましょう。あ、ここで。じゃあお疲れです。お疲れっす。おはようございます。スーパースター友達山田から僕優しいセブンさん。相田さん俺、相田さん可哀想になってきた。因縁はここで終わりで、嫌味とかじゃなくてね、相田がさ、今でも一人で生きてきたんだろうね。で、裏切られてきてそういう状態になったんじゃない。辛い思いしてるんだよね、本当は。だからこうやって配信つけて敵だらけに見えるんじゃない。え、俺もうちょっと視野を広げてさ、慣れ合うってことを覚えないと。今握手したね、強がらなくていいんだよ。若い、お茶ばかありがとう。じゃあもう、え、イギリスと来るの。ここで今和解したから、終わり。相田が昔は笑顔でね、みんなに愛想を振りかざしてたいい子だったはずなんだよ。あ、知ってる。俺ら分かる。でも今優作さんっていう方にさ、おっと、許可取らないっていうさ、言い方、あやつが入ってる。ね、あやつ。あんな逃げ癖のついてるダセイヤさんって俺の前に来れねえ。お邪魔く、ありがとう。お邪魔く。おさん、ありがとう。スイッチ入ったぞ。シックで。死んだんだよ。あやさん、ごめんね、不快にさせたな。そこピッて。あやさん。なんだ俺。え、あやさん。で、私そこはピッてところだよ。待って、何ですか。え、文言なしですか。いや、俺はヨウムさん、ありがとうございます。そう言ったつもりはないんだけど、ヨウムさん、ありがとうございます。相田さんね、もう唐揚げ全部食べた。気持ちの部分でね、俺は強く持ってほしいっていうことを言ってるだけなんで。ちょっとなんかエッチ相田さん、そこは相田さん、俺は強く記憶ね、持ってほしいんだよ。強がらなくていいんだよ。え、文言何言ってんの。素直になってほしい。パル、パル何言ってんの。本当は強がってるだけなんでしょ。さあ、チェックしよう。本当は弱い女の子だって分かってるから。あ、誰かタクシー拾ってもらっていいですか。自分で拾えよ。自分で拾えよ。遅刻ない。あ、お願いします。ちょっと編集者が誰が編集者だ。これは、相田さんがさ、強く生きれればいいなと思ってるよ。山田さん、いいんだよ、強がらなくて。あ、いいよ、いいよ。俺、とりあえず相田が強いのはわかるけど、本当は弱い子だって知ってるから。あの、手が出たんで、あの、これから必死にだから、出勤しないで。みんなにさ、あ、はい、そのありがとうございます。忖度しないって言ってるけど、人を見て忖度してる相田さんだと思うんだ。その強い人と弱い人を見極めて、私と絡みたきゃアポ取りなさいとかさ。でも強い人間だったらこびて、忖度してるのは相田さんじゃない。相田さん自身もうちょっとさ、強く生きてほしいっていう俺は思いがあるんだよ。あね、パルさんまたね。相田さんね、自分に素直になりだよ。俺結構自枠より下の枠の方が好きだ。なんか新鮮やん。相田はカナ見たことないやつで。聞こえてるかカナ。あの人の枠で会話する。カナ名前ね。カナ行くな。いや無理です。カナ不快になったら謝る。ノーブ閲覧ないから。カナ俺はセブンさんに失礼しよう。カナさんじゃどっちかなと思う。カナ行くな。お前は確かに配信で中心に回って盛り上げてると思う。ヨウムさん、ありがとうございます。強がらなくていいんだよ。ヨウムさん、いつもすいません。いつもなんか変な感じ。あ、お邪魔ありがとう。あ、ユウサクです。カナ、ありがとうございます。カナ、まだ伸びに。カナ、いいですか。
キャナ、俺はキャナのこと嫌いじゃないよ。ただキャナのあり方というものを言ってるんだ。小町さん先帰りますね。キャナ、さよなら。キャナ、お疲れ様です。キャナ、俺の挨拶は。キャナ、キャナ、はい、お前さ、いろいろ聞きかけたんだよ。了解。やっぱ俺、聞いた話あるんだけど。優作さん、お疲れ様です。最近だね。すみません。すみません。ちなみに賞金って、去年に乗せてました。賞金は、マジで運営と揉めてるらしい。あ、そうなんですね。だから、20万ね、どうなって俺もわかんないんで。ヨノブンさんのことやばいでしょ。あ、おいで。俺もギャンブルぐらい。キャリーちゃん、ギャンブルぬるいって感じのなんか、いつも笑顔を振りかざしてさ、愛想を振りかざして、辛くない？お前、そうだろキャリー。お前いつも性格悪いじゃん。いつも怒ったりとかさ、してるじゃん。すごい。違うの？キャリー。俺お前の本性知ってるからね。四国ではホスト。ね、話して話しまくって、で、ひなりこちゃんに対して敵対して、ひなりこちゃんになんか嫌がらせしたんでしょ？嫌がらせじゃない。やめなよ、俺キャリーも知ってたんだよ、私。俺キャリーちゃんいい子だと思ってるんだよ。いい子。でも腹黒い。そう？俺と同じね。最近頑張る。最近頑張る。ああ、正直。毎日まで我慢して、はい、起きしんどい。だよね。自分は振りかざしな。俺に挨拶するっていうのも本当に無理でしょ。なんで桜も来てないやつが桜の花見会も来てないやつにそんな媚びなきゃいけないと思うでしょ。お前みたいなデブ言ってみろよ。デブ負けるじゃん。お前、ね、何調子こいてんだ。実力もないのにデブのくせに言ってみろよ。実力に変わるんだから。じゃあ言って。だから頑張るじゃん。兄ちゃん言うよ。で、ね、また言えよ。バンって稼いだら、おいお前実力もないくせにデブのくせに。俺がやっぱ人間だから。セブン、お前、お前、いつの格好だけだな。情けないこと。アイザーさんちょっとかわいそうじゃねえか。俺はその後嫌がらせなんか説教したの。いや、なんか俺ちょ普通に見てるのちょかわいそうな気がするんだけど。いや俺もダメこれ。いや合ってると思うんだよ。みんなから言われてさ、わーわー言われて、いや話悪いよ。いやいや悪いけど、シフトチェンジしたよ俺。ちょっとみんな言われて、何悪い？悪口とか言われてたから、俺は説教したの。さっきのキャリーちゃんみたいに。それを考えたら、分かってほしい。説教戦法でした。前回は、セブンさん言いたいことわかる。相沢さんという一人の女性が、いや女性とかっていうよりも、毎回いじめに見えるのも仕方ないと思う。かなり。養分がセンスないって言ってる。叩きすぎじゃない全員だ。何も言ったことない。あ、コメントで。それは相田さんの自己責任だね。自己責任かもしれないけどさ。コメントに関してはね。わかる。あ、そのいじめ見えるのね。なんか今普通に飲んでるんだからさ。ね、わかる分かるやつ。ね、山田とはブルボッコリしてよくない。でも山田とは絡んでなかったんですね。いや、GTはきついんじゃないか。いやでも山田来たりとかわーって言うから帰ったんだ。キリスト来るとか。あー、そっちね。山田の奥、俺も帰るよ。レベルが強いけどな。レベルじゃないんだよ。ここが怖い。いや、知らない、知ってるとかじゃなくて、分かる分かる。異常な叩き方してない。いや、俺は、俺の叩きっていう説教です、俺は。擁護しろとは言わんけど、分かる。異常すぎんか、やってる。まあまあまあ、みんながみんなが言ってるから。自己自得な部分あるけど、分かるよ、言ってることは。めちゃくちゃ。めちゃくちゃからイラつくのも分かるし、あのおばさんがね、めちゃくちゃはちゃめ、はためは、ね、めちゃくちゃも言ってわかるけど、わかるわかる、めちゃくちゃわかるよ、それは君たちの気持ちもね。だけど大人としてね、今言ってくれてるんですね。いや、俺はジャスティン・ミラーのはないかなと思う。いや、イートキャンペーンとかでもなんか、お前考えろよ、もう少し。まあ、レガレイラーは上手いけど、まあ、ルネールじゃない。集団いじめサイト、ワッチないと思うね。でも、分かってほしいのが、僕は説教です。あとは悪口じゃなく、いろんなあり方というものを言ったからです。それめちゃくちゃ分かる。だから、相沢自体も俺は全くゼロだと思うんだよ。
全くあのおばさんが悪くないとは言わ全く言わんそれは。あの人もやってきたこともあるとは思うけど、なんか異常な叩き方してない？まあ、普通に気持ち悪いから。ビザンチンドリームも強いじゃん。なんか、めっちゃ強い。わかります。けどビザンチンドリームはないんだよね。まあ、その寄ってかかってみんなで言うってのが強さ気に食わないっていうのが気持ちはめちゃくちゃわかんない。イラつくのもそれはわかります。もう多分思ってる人も何人もいる。でも俺も責任はめちゃくちゃあるのもわかるけど異常だと思うね。俺もちょっとね言い過ぎだと思って、まあ、あんま言わなくなったんですけど、なんか叩くっていうよりもなんかおもちゃにしてるしか思えねえもん俺。あ、それは仕方ないですおもちゃは。じゃあなんか違う違う、そのなんか意気込みとか喋ってくれ、あの人の本心を、ね、叩いてるんじゃなくて、もう面白おかしく潰してるだけみたいな。あ、自分らのストレスをそこにぶつけてるだけなの気がしてしょうがねえんだけど、まあコメント欄に言わないよ馬がさ、今日は普通に正当性ある。だって今もそうじゃん。お前らがさ、正当性のある意見がいるんだったら俺帰れとか黙れじゃん。泣かね聞けよじゃん。話はいはいはい。しかも優しい、俺は別にお前らに対して全力で全否定してるわけじゃないんだもん。ちゃんと分かった上でね、聞いてますもんね。キャリちゃん聞いてるか？聞いてる。こういう優しい男がいるんで。なんか明日あれそうだな。さんは実は優しいんだ。優しいよ、男気あるからね。ああいういじめっぽいのは嫌いなんだよ。あれ明日何メーター？だからみんな寄ってかかってやるってのは良くない。そうだ。セブンさんの気持ちめっちゃわかるこれ。じゃあ出てきて言えばいいじゃん。君たちもそっから。相沢にいたことあるんだったら直接言いに来ればいいじゃん。この場に。何だだぜお前コメントで言ってんだよバカが。川田は。これも一つの正論だよ。影に隠れて石投げやがってよ。そうだ。川田。セブンさん。川田は小崎。俺ね、トサキはね優しいんだよ。なんか俺は若干あの人の確か分かる、君たちの気持ちもめちゃくちゃ見てて不快なのは分かるけど、無駄叩きが多いような気がする。まあそれがネット社会なのかもしんないけど、確かに今回怪我してなかったらルメールは行くんだろうけどね。なんかこう飲んでまでこう来てわーわーやることかなと思うけど、今年中には復帰するんじゃない？今怪我してじゃあネットで戦ったらいいじゃん。言いたいこと言ってさ、読めて寄せかけるかもしれない。確かに直に来てまでさ、飲んでる楽しいものをさ潰す人さあるか、山田とかもそこは。あ、今山田が来たことに対して戻る。そうだね、飲ましちゃったらいいじゃん。これもセブンさんで言ってはもう人、もう正論なんだよ。そうね、だからわかる、セブンさんもね、それを聞いてて本来だったらもうね、メガレイラで正義期間っていうのもあるし、あなたは何もされてないよね。じゃあお前なんかされたんかよ。主だな、俺と一緒でしょ、立ち位置は。協定はなんかログインできない。放送見てて不快な思いがあったわけでしょ。それは分かるよって言ったの。分かった上で、飲みの席ではもうあんまぐちぐち言うなと。協定はぐちぐちとか、なんかその、なんだろ、協定はめっちゃ強い。声荒げんでね、これ。あ、相手も拒否してるわけだし、ね。声荒げたって俺の声。あ、違う違う違う、山田がね。あー。お前さ、言わんでもさ。まあ、 あの山田も擁護するつもりはないですけど、多分じゃあマジで相沢幸喜のアンチというファンを抱えちゃってるから、もう中途半端なことできなかったから。協定はマジで分かる、分かる、めちゃくちゃ全部は分かるよ、全部分かるけど気持ちでね、マジでめちゃくちゃ分かる、マジで、はい、これね、配信者さんの気持ちも分かるし、予想を出すのはリスナーさんの気持ちも分かるし、リスナーさんの気持ちも分かるし、みんなの気持ち分かるんだけど、なんか今フラットに俺見た時にうまいよな、ちょっとキモいなと思った。いや、ガチでうまくない、俺は。はい、全員が全員寄ってかかってボコボコにしてんなみたいな。お前なんかも何回もやってたやん。ほら、死んだけど80万とか60万負けて正論だから、セブンさん助けてくれって言われて、で、予想出すよ。じゃあお前ここで10万払う。何が楽しいんだ、マジなのに。それは合わないんだよ、普通に予想聞いて。物事の方向性が違うんだよ、マジ2点とかで。え、じゃあ狛江はそれで損してるってことですか。そうだよ、ビールもないですで、そこからさらにあいつ自分で勝って負けて、セブンさんの気持ちも分かる。いや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 、セブンさんの言ってることは分かるんで。そうね、分かった。キャリーちゃん分かった？セブンさん言ってること。キャリーちゃん分かるわけねえだろ。キャリーちゃん、クマさん、クマさん、キャリーちゃんもさ、そう怒った時に今日だってゴッと集団叩きするじゃん。引きやがったと思う。それをしちゃダメだってこと。流れに流れて。配信者としての立場として自爆で語る分ならいいけど、コメントで一斉に叩くときあるでしょ。ああいうのはダメなんですよ。ギャンブルが好き、何が好き、そういうのを見てるといじめにも見える、気持ち悪く見える。
ボロ玉切りスロットとかも、仕組みとかわかんないけど、分かってんの、ね、ギャリーちゃん、それは金が来るのは OK、 分かってないでしょ、分かったふりでしょ、それは分かってるよ、かってやってん、何も分かってない、あなたは。キャリーちゃんは自分に我慢を隠してる、ま、頑張ってます、我慢を解き放ちな、 DJ の犬みたいになってな、ね、今じゃあもう犬だよ、言いたいこと今言いなよ、 DJ の犬は俺だ、言いたいこと、もう今ここで赤裸々に言いなよ、言いたいことって言えばどっちも犬なんだよ、コマチ君は TJ の気持ちいいな、猫な、猫と犬か、いやこれ、いや、養分はうん、言っちゃうよ、まあ、ジェイさん、ジェイさん、私、バイターって言われるけど、うん、売りなんかしてないし、そうだね、じゃあ、お前 T シャツとあんま変わんねえじゃん、お店だもんね、ダメダメだもん、ちょっと毛が生えたくないから、お店で、だいぶ吸収してるじゃん、私、養分に80キロあるって言われたんやけど、何キロなの？お前、うるせえから70だわ、私の体重、うるせえデブ、女で70ある時点で死んでしまえ、そんなこと言わないで、言ってよ、おめいじめないでよ、キャリーちゃん、女で70あんだよ、俺160だよ、どうすんだよ、女で150、俺も60いくつなの、100キロ、でも私ほぼ 2.5 倍、やばすぎ、でもかわいい、でも TJ からつってでもさ、夜に行ってられちょっと美味しいなって部分もあるでしょ、じゃ今はもう TJ の数字じゃねえじゃん、お前さ、じゃあ見てちょっとある、でも確かに言い過ぎてる部分あると思う、これが TJ の数字だっていうのそれはわかる、小町のリスナーコメント欄と TJ のコメント欄全く違うよ、 TJ のコメント欄だよ、コメント流れてるよ、流れてる、流れてるって、流れてる、なんて言うんだろう、洗脳されてるわ、ウルトラマンの化け物でもないしね、だから興味でポケモンとか殺されるんだよ、ピグモン、よそに言われた、でもピグモンババアってピグモンでもないしね、ピグモンってよさに言われてます、期間はね、違うよ、ピグモンババア、ピグモンババアって言われてもよさに言われてます、期間はいっぱい TJ のところのキャリーちゃんはなんか笑顔を振り方が無理してる気がする、ね、本来は君が自分を解放してほしい、パレパレすごい分かってくれてる、彼に全部取られてるから俺のこと正直さ、お兄ちゃんって言ってるけど俺より小町くんお兄ちゃんと思ってないもんね、本来はなんとパレパレのことが本当に好きなんだよ、吸収してておかしくないのに、実力もないくせに何や配信者の上でいる部分至ってんだみたいな、なんで上からぶってんだと思ってんでしょ、実力もないくせに影響ニュースだけのくせに、なんでそこだけ偉そうに言ってんだって思ってんでしょ、セブンさん僕立つ中途半端な人間だって、セブンさんのわけだね、顔かっこよくもないし、俺らだから思ってた、ぶっちゃけえ人もぶっちゃけ思ってたんだよね、私言えよデブだし実力もないし、これの炎上ニュースだけじゃん、パルパル実は思ってたんだよね、無理お兄ちゃんじゃねえよ、マジ無理お兄ちゃんだと思ってねえわ、ちょっとごめんパルパル、いいんだよ、本当もし言っちゃって正解だよ、だってデブじゃん、お前もな、はっきり言うけどブーメランだ、それはお互いだけどデブ、はっきり言うけどって言うけど炎上ニュースだけ、そもそも配信センスがないからこの数字なんだ、そパレパールはお前に言われた、こんなダイソーレタネックレスつけちゃ配信すんな、えそれかっこ悪いから、強くないよこれ、お前な、じゃあもうちょっと終わろうかな、数字もいいんだよ、泣きそう泣きそう、パレパールいいんだよ、これ本当のことありがとう、じゃあ思ってもないこと言ってちょっと泣きそうになってる、仕方ない、それが本当のことだから、ドンキホーテでハンバーグつけハンバーグつけセール使うからそれは俺が詰める、妹じゃないっすこいつは、もうバレバレーお前だから、お前これいくらセール調査入ったから金ねえんだよ、でも今無駄です、バカちょっとごめん、違う、私思ってもないこと、ないところに来て思ってないことを言ったの、1000万払うだろ、思ってもないことやったけど、ちょっと心が痛かった。
ひずめ当たらないから。じゃあ、人のことを引じゃあ、キャリーちゃんなく言ってあげて、最後のお兄ちゃんの仕事。これに見合ったこれに見合った。すごく終わります、ちょっと。心が痛かった。もうあなたどっから開いたんで。ベルベル。リスナー取れたでしょ、マジで。ありがとうね、みんな。こんな価値のない人間がそれぐらいお金かかる。お疲れ様でした。ベルベル、お兄ちゃん、私好きなの。パルーパーレキャリーじゃなく言ってあげて。ここでお前のサインに価値があるありやした。お前自身に価値がある。パルーパル好きなの。